2時間で50問解けない。はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、2時間で50問解けませんと。50問解くのに、もう2時間半とか、長い方だと本当に2時間45分とかかかっちゃいますっていう方いらっしゃるんですね。で、これじゃあどうやったらもっと早くね、短く短縮できるのかっていうところをちょっとお伝えしたいと思います。これ日頃の勉強の仕方、これを変えることによって、だいたい90分かな、それぐらいまでにはなります。50問90分。弊社の個別指導の受講師さんでも90分ぐらいではもう終わらせていきます。今現状はまだダメですよ。2月の段階で、90分で終わらすことはできないんですけども、勉強の仕方っていうものをお伝えをしているので、それを実践していくことによって、だいたい本試験ではこれ、90分ぐらいではね、終わらせます。早い方だと75分、80分。それぐらいで終わらせていきます。じゃあ、実際問題を、解いている。この流れって実は3つ要素に分かれるんですね。まず一番最初に問題文を理解するっていう段階なんですよ。大きな文章が大問でありますよね。で、小問っていうのかな。選択肢が1、2、3、4って並んでるんですけども、まあ、このね、全部を含めた問題文理解って考えてください。もちろん実際解くのは1選択肢ごと解くんですけども、まず問題を読みますよね。で、あ、こういう状況なんだって理解しますよね。で、まあ、選択肢読みますよね。で、聞かれている内容がわかりますよね。で、それについて、あ、こういうルールだからっていうことで、頭に入れたルールを使って問題を解くわけですよ。あ、この問題丸だな。この問題×だな。それを4つ繰り返すわけですよね。4選択肢あるんで。で、あ、この問題は答え2が間違ってるから答え2だ。で、マークするわけじゃないですか。マークシートにね。っていうふうに、3つに分かれているんですよ。で、ちょっと分かりやすい方から順に行きます。下から行きます。まず、マーキング。マークをするっていうことです。1問ずつマークする人いるんですけども、これがですね、ちょっと非効率なんですよ。だから、できるだけまとめてマークをすると。いうふうにしましょう。例えば、5問、まとめてね、5問できたら、1回全部マークする。みたいな感じですね。私は分野ごとにやってましたかね。権利関係、やって14問とかね。やって、マークする。次、法令上の制限やってマークする。っていう風な形で、まとめて、分野ごとにまとめて私はマークはしてました。まあ、これはね、もう人それぞれ。なんで、どのくらいの量でマークするかは決めてください。ただ、1問ずつやるっていうのはすごく非効率なんで、まあ、できるだけまとめてやるという風な感じですね。で、続いて、ルールの使用。いわゆる頭に入ったルールを使うっていうことなんですけども、多くの方がね、ここでちょっと時間かかる方がいます。どっちだったっけって迷う方ですよね。問題文の状況分かったけども、あれ、この場合どうだったっけ、この借地権と借家権のこの違い、どうだったっけ、期間の定めがある場合とない場合どうだったっけ、営業保証金と保証協会、なんか似たようなのあったら、みたいな感じで、まあ、迷う方がいるんですよね。これって日頃の勉強で整理整頓をしてほしいんですね。これをもう日頃の勉強から使っていくってことですね。意識して整理整頓をしていく。で、まず整理っていう話なんですけども、これ捨てるっていう、まあ、意味があるんですよね。で、この、まあ、捨てるっていうのはね、ちょっと、宅建試験ではこれ分かりづらいんですけども、余計なことは覚えないって話なんですよ。宅建試験、頭に入れなければいけないものってすごくたくさんあるんですよね。で、余計なね、ことばっか覚えちゃうと、一番重要な部分が頭に入っていない、結局、ルール使えないってなっちゃうんですよね。だから、ちゃんと覚えなきゃいけないポイントっていうものは、これは覚えるってこう確定させるんですね。これは絶対覚えなきゃいけない。で、これがどうしても頭に入らないっていうのであれば、それに付随させて、なんでそういったルールになっているのかとか、関連知識とかね、そのルールの背景だったりとかっていうものを一緒に頭に入れていくっていうような形でやっていくんですよ。で、大体この余計なことをね、覚えちゃう方っていうのは、あれ、この問題ってこのように変えたらこれどうなるんだっけっていうふうに自分で問題を作る方っているんですよ。こういった場合って答えどうなるんだろう。それがね、過去問で出ているのであれば、それは考えた方がいいけれども、もしそれは過去問で出ていないのであれば、考えない方がいいんですよ。結局、それ考えちゃうと、もう、
たくさん頭に入れなきゃいけないし、実際試験に出ないようなものまで覚えなければいけない。覚えちゃうっていうことになるんですよね。そうするといらない知識まで増えていく。知識だけ増えて点数上がらないってなっちゃうので、ちゃんとポイントを覚えるなんですよ。で、その覚えられない部分については、先ほども言ったように理解をしたりとか、なんでそういったルールになっているんだろう、そのルールの背景だったりとかっていうものを一緒に覚える。このなんでこういったことをね、理解するかっていうと、そのポイントを頭に入れるため、残しておくためにやるわけなんですね。そういった目的があるんだってことをちゃんと頭に入れながらね、勉強を進めていきましょう。で、続いて整頓なんですけども、これはもう対比させるっていうのが一番わかりやすいと思います。まあキッチンとかでもね、例えばここに箸があって、ここにフォークがあって、ここにスプーンがあって、キッチンバサミがあって、包丁がここにあってって、ちゃんとここで分かれてるじゃないですか。ちゃんとこう対比させてるわけですよね、綺麗に。それを実際自分の頭に、落とし込む。同じように宅建試験のポイントでもそのように頭に入れておく、整頓をしておくってことですね。やっぱこれができていないと、ほんとね、キッチン用品ぐちゃぐちゃぐちゃってなってて、どこにフォークがあって、どこにスプーンがあるか、どこに箸があるか分かんないこと状況だと思ってね、取り出すのめんどくさいじゃないですか。実際の本試験でそうなってる方もいらっしゃるので、できるだけ早い段階で自分なりにこう対比させていくってことを日頃の勉強からやっておくってことをぜひ行ってください。問題を解きながら、あれあの場合どうだったっけな、前にもやった問題と似てるけどもなんか違うなっていうのがあったら、それはもう対比させて考えていった方がいい問題なので、まあ自分なりにノートを作ったりとかして対比させていく。まあ、テキストにね、それまとまっているのであれば、それを確認して、頭に入れていくってことをぜひ行っていきましょう。で、一番厄介なのがこの一番上なんですよ。問題文の理解なんですね。そもそも何言ってるかわかんない。何言ってるかわかんないと、何回も何回も問題文読み返すんですよ。本当に4回、5回ってね、読み返す。でも結局わかんない。どうしよう。例えば問1から問3、全部問題文わかんなかったら、これだいぶ焦っちゃうんですよ。実際あったんですよね。何年だったかな、平成25年、6年だったかな、そのあたりだったと思うんですけども、ちょっと難しい、内容があったんですよね。問1から問3ぐらいまでちょっと難しくて、時間かかっちゃうと。で、そうなってくると、だいぶ焦っちゃうんですよ。だいぶ焦る。で、結局、解ける問題まで解けなくなっちゃうってことがやっぱあるんですよね。だからそうならないためにも、日頃から問題文をどうやって理解をするのかっていうのを、自分なりに確立させておく。問題文はこうやって読むんだって自分なりに読み方をルール化させておくってことがすごく重要なんですね。弊社の個別指導の受講者さんで一番最初に教えるのってのはここなんですよ。どうやって問題文を理解をするのか、この理解の仕方をはじめにお伝えするんですね。いわゆる問題文の読み方です。こうやって問題文を読んでいくんですよ。で、これをやっていくと、もちろん初めはそれでも時間かかりますが、本当に試験倍ぐらいになってくると、どん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 読めるようになってくるんですよ。で、そうなってくると、ここすごく短縮できますよね。で、さらには、個別指導でこういったところちゃんとやってるんで、対策したりとか、理解をしながらやってるんで、これも早いと。どっちってなるってことはあまりならなくなってくるんですね。で、マークもこれ、まとめてやっちゃうってことを教えるんで、これも早いわけですよ。で、そうすると90分とか、遅い方で90分、早い方だと80分とか、ぐらいまで短縮ができるようになってくるんですね。で、本当はね、ここまでお伝えしたいんですけれども、すいません。これについては、個別指導の重要なノウハウになってくるので、細かいところまでお伝えできないんですけども、もし自分でやるのであれば、一問一問、ちょっと時間かけてもいいんで、どうやって理解したらいいんだろうっていうふうに考える。で、こうやったらいいんじゃないのかなって、一つルール作りますよね。じゃあ、そのルールに基づいて、じゃあ次の問題やってみようかな。で、そのルールに基づいてやってみて、いけるのであれば、そのルールっていうものをずっと使う。で、それを、精度を高めて早くしていくってことをやっていけばいいわけですよね。で、このルール使って、いや、うまいこといかないなっていうのであれば、また別のルールを考え出したりとか、ちょっと修正加えたりしていくと。で、ちゃんとしたルールを作っていくってことをやっていけば、問題文を読むスピードって速くなってきますんで、ぜひ試してみてください。で、こういったことをちょっと自分でやるのは難しいよっていうのがあれば、ぜひですね、個別指導をご検討いただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。効率的な勉強をして短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。
試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。